みんなは何？あの宝箱の中に何があるか知ってんの？大丈夫か？変なとこ行っちゃって。ちょっと待って、出れない。どっち？出れない。ちょっと。ひどい。皆さんこんにちは。全日本バグハラスメント相談室室長代行補佐の内藤寛です。はい、真面目ラジオンズです。はい、もう今年もね、もうあの数々のバグハラスメントに負けないでいきますよ。僕も本当にねよくわかりませんけど、早速ですけどまたバグハラが来てますよ。紹介していくも行こうと思います。 DM、 はい、内藤プロこんにちは。こんにちは。またまた巷でバグハラが起こってます。ルビスの塔の最上階のルビス像の前で妖精の笛を使うと聖なる守りが手に入るのですが、使用する前に像の前でリレミトで塔から脱出し、フィールドに出たところで妖精の笛を使うとなぜかピラミッドが出現しイベントが続行します。なんだこれ。これはバグハラかもしれませんが、訴えられる覚悟で報告します。ペンネーム包丁おじさん。はい、もう今年はねどんどん訴えていこうと思います。もうこういう本当にひどい、もうバグハラはですね、なんですかこれ。本当に妖精の笛なんてないですよ。そもそもドラクエ3にそんなアイテムは僕は知りません。本当に妖精の笛ねあるんでしょうね。妖精だよね。ルビスの塔最上階なんだよそれ。ルビスの塔ってどこだもん。いやー何これ、リレミトか。呪文も今日は思い出さなきゃいけないってことだな。思い出すっていうか覚えさせなきゃいけないんだな。やってきますよ。数々のバグハラに屈するわけにいきませんからね、僕も。三十数年間もうずっとバグハラに悩まされてるというか、もう何だって僕もね、室長の代理の補佐ですから、代理の補佐ってどこまで僕より上がいるってことですからね。バグハラスメント日々戦ってるプログラマーの代表として室長補佐ですけど、代行ですけど、しかも行きましょう。今日もお母さんはあの若作りですね。若作りって言っちゃいけない。若いよねお母さん。結局お母さん何歳だったんだっけ。30後半ぐらいでしたっけ。30後半っていうとあれですかね、名前はやっぱりあのキラキラネームとかの世代なんですかね。もうどうなんですか、何ですか名前は。キララとか言うんですかね、お母さんの名前。なんでノアですか。プリンとかいうのもあるかもしれないですね。とりあえずセーブしますよ。いやー、こんなのあるの。まだ見つかってないバグあんの。まあこの間もあったからな。まだあるかもしれないってことですよね。とりあえずセーブしましょう。いきます。はい、一回外出なきゃいけないのか。キラキラネームス、もうちょっと若いくないとキラキラネームス世代になんないのかな。だいたいああいう漢字とか読めないよね。すごい当て字的に来るからね。はい、ちょっと お母さんといて。はい、でなんだっけ、ルビスの塔どこですか。ルビスの塔って何もあるんですか。初見のプログラマーにそういうこと言わないですか。ルビスの塔、ん、ルビスの塔なんてないじゃん。どこだ？お？
馴染みの塔じゃなくてルイスの塔、ルイスの塔、シャンパーニの、お、こっちじゃないのか、あっちか、あっちじゃん、アレフガルドじゃん、ルビスの塔。うわー、どこだこれ、上の方。座標的には真ん中よりちょい右、じゃあこのぐらいかな、上の方だな、かなり。ほんでアレフガルド、アレフガルドのフラグ、これ分かってますよ、もう僕の数少ないドキュメントで。アルヘグワルドはここ2です。2、よし、これどうだ。あ、そうか、アルフガルドはちっちゃいんだ、マップが半分以上いっちゃったよ。もうちょっと、もっともっと全然左、どんぐらいだろう、6ぐらい、違う、あ、あれじゃね、あれじゃね、もう見えてんじゃん、すげえ来たよ。ちょい上、ゼロ C ぐらい大丈夫か。あ、間違えた。よし来た。よし来た。ほんで、いきなりそんなの。いや、ここでお約束が来ると思わなかった。ここでお約束来ると思わなかったよ。不意打ちだよ、完全に。ちょっと待て、ちょっと待て。ちょっと待てよ。ちょっとヒットポイント増やすから。とりあえず一回ね、一回見てみるよ、どんなイベントなのか。ああもうやめてっつの。はい、よしよし、はい、アイテムね、もうアイテムもね、慣れたもんですよ。ん、どこだ、ここか、最後の影でしょ、もう覚えた、 5A でしょ、もう散々やってっから。あれ、どう、あれ、どこじゃないし、どこ、こっちか、変なとこいじっちゃったな、大丈夫か、変なとこいじっちゃって、何だったんだろう、あそこわかんない。よし、で、何、最上階、最上階、最上階まで行くんか。まあいいや、久々にちょっとこの塔攻略してやろうじゃないの。お、わからん、ああいう宝箱とか余計なのね、開けない方がいいからね。今回スルーしていきますよ。あ、これ外とかにもなんかあるじゃん、扉が。ちょっと話しかけてみよう。妖精の笛持ってないな。まあいいや、後で持たしゃいいな。あー、あの人があれなのね。あれ入れ、あれ、どこだ、あれ入れない、どこ、どっから来た、あれ、ここか、ここか、あれ、あぶねえ、ほんとにもう。こっち下行ったっけ、行ったな。いやー、本当にね、ルビスの塔、ルビスの塔なんて来たことないな、多分1回も。よっしゃって、2回、何階建てなんだろう、それも分かんないな。うわー、あれがあんじゃん、やらしいなこれ、やらしいわこれ、うわー、いっぱいあんじゃん。宝箱を取りに行こうってやつか。まあいいや、とりあえず今趣旨違いますからね、あの宝箱とか余計なもん、余計なことしない方がいいですから。もう散々学習してますから僕もね。お、早いじゃん、今何階まで来た、まあ、何階か分かったところで最上階が何階かは分かんないんだけどね。うわうわ、なんだ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 、うわ、やらしいね、あの宝箱開けたいな。みんなは何、
あの宝箱の中に何があるか知ってんの？みんなも覚えてないんでしょ？なんか人のことを本当にチーフプログラマーでなんですかとか言ってる割にさ、30何年前のこと覚えてる？あれ？いけないじゃん。違ったのか、どっかで階段が。まずい。そんな話しながら言ってっから、あれちょっと待って、こっち側何もなかったっけ？ない。あの、もっと上の方だ。この上に行きたいんだ。ってことは、この一個下階段。覚えてんの？リアルタイムチャットでは多分あそこには何が入ってるってずらずらっと出てんだろうな。本当に。あ、そうなの、あれ。薬草ですか、入ってんの。よし、これ右上。なんかあれちょっと開けてみる、簡単だから。これ大したもん入ってないでしょ、多分。一応ね。マジかよ。よりだよね。そんな簡単にはね、手に入れさせてくんないよ、本当に。ああ。何これ、逃げらんないの、これひょっとして。ミミックって逃げらんないんだっけ。同じようなセリフ前にも言った気がするけど。戦わなきゃいけないの、これ。うわ、逃げられないフラグ立ってるっぽいな、これ。違う？ほら、逃げらんないじゃん。ダメか。いや、これちょっとあれだな、力とかも強くしとかなきゃダメだな。1だもんな。よし、分かった。相手のヒットポイントいじりましょう。もうこれ分かってんですよ。ここですよ。覚えてきた。だんだん覚えてきた、どこだろう。はい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 。ミス？ミスやめてよ。一回でもたた、あっ、うっ、ちょっと。あんたに構ってる時間ないんだから、本当に。全然当たんないじゃん。うわ、なんだよ。ちょっと待てよ。攻撃力。よし、はい。余計なことはもうしない。今日長くなるかもしれないですよ、本当に。はいはい、分かった分かった分かった。はい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 、いくつまで行くの？どんぐらい？ 5、6 ぐらい？もうちょっと行く？まだ上がってる。次で何人？ 5？ まだ上がるの？もうこの間に先のことを考えてるから。よし、先のこと何にも考えてないんだけど。うわ、やらしい。ちょっと待てよ。あれ、行き止まりじゃん。え、ああ、ちょっと待って、出れない出れない、あ、出れない出れない、どっちどっち、あ、出れない。ちょっとひどいひどいひどい、なんだよ、ひどすぎる。こっち、一応こっち何にもないし、あー、もうひどい。どっから行けばいいんだかわかんない。どこまで来たの、本当に。うわ、また今、ちょっと待てよ。あ、さっきと違うな。ちょっと待てよ。右押すよ、右押すよ、右押すと上行くんだから、下か下か。よし、わかった。見切った。これも下下。よし。ひどいなぁ。今のはひどかったなぁ。でもなんか意外といけちゃったりして。意外といけるぞ。お、意外といけるぞ。今のひょっとして正解だったのか？お、お、どんどんいけんじゃん。お、いけんじゃん。ここか？
ここか、なんとなくだいたい真ん中に、あ、これか、これか、よし、で妖精の笛、妖精の笛は何番でしょうか。もういただいたね、あのアイテム表を見させていきます。妖精の笛、妖精の笛なんてある、妖精の笛、え、妖精の笛なんてないじゃん、どこだ、あったあった、七丸、ここだな、持ってる、妖精の笛使ってみましょうか、妖精の笛使いましょう、どうなるのか、まず一回見ましょう。象の前だからここでいいんだよね。ほう、聖なる守りもらいました。ほう、おお、もう妖精の笛使っても何もない。なるほど、これがイベントですか。これ今イベント終わっちゃったからもう一回最初からやんなきゃいけないってことですか。ね。またよし、ちょっと待てよ、ちょっと待て、もういちいちまたあれをやるの大変だから、なんだっけ、ザザザザマップ番8B、マップ番号覚えとこう、 EF ね、ここのマップは EF です、 EF 番号です、よし分かった、もうこれならすぐすっ飛んでこれるよね、いいよね、もうね、なんかよし。よし、ここでいいですよ、分かりましたよ、ザザした瞬間のところで絶対マップ番号を書き換えるはずですから、書き換えるところで止めて、そんであれですね、強制的にEF に書き換えてある、それでいけんじゃない、ほら来た、ブレイクポイント来た、 EF に書き換えました、 GO いけんでしょ、よし、った早い、もうこれでいけますよ、妖精の笛、あ、妖精の笛持たしたまんまセーブすればよかったな、まあいいや、もう番号分かってるから、あ、道具、あ、ない、でももう全然慌てませんよ、そんな 5A70 でしょ、よし早いよ、じゃあちょっとここのプログラムを、妖精の笛を使うプログラムのとこで止めましょう、これは道具を使った瞬間にまた例によってその使える場所かどうかの判定、まず最初におそらくこのマップ番号 EF かどうかっていう判定をして、それから X 座標と Y 座標を見て、それが全てここの像の前だっていう判定をうまくいってれば使えるし、合致すればね、だからこれこのあと絶対この 8B というところ、ここ絶対見るはずなんですよ、使ったとこにね、今ブレイクポイントかけましたから、リード、よし、 8B を読んだらブレイクポイントいきます、来た、おー来た、間違いない、 EF かどうかを見て、 X 座標が、お、X
座標、範囲があんな。X 座標が F、F から11、X 座標が X から11、Y 座標が11から、Y が11から13、F0。3×3 の場所で使ってもいけるんだ、これ。ああ、ちょっと今、妖精の笛、これまた、ああ、使えちゃう。で、嫌な予感するな、これ、やっぱりな。今、ちょっと使っちゃった。ああ、ちょっと、ああ。B、ああ、ちょっと、行っちゃった、行っちゃった。止めようと思って行っちゃった。もういいよ、このイベント分かったよ。ああ、もういい、もう分かった。はいはい、分かった。はい、判定してるプログラムは分かった。その判定してるプログラムのアドレスを書き残すの忘れましたけど、でももういい。もうすぐ行ける。ああ、ちょっとそう、セーブしとこう、セーブしとこう、あれ。セーブしとこう。5A70。5A70 で合ってるよね。最後の鍵と妖精の声、よし。これでセーブしとこう。早いな。早いなっつっても、もうここまで来るのに結構時間かかってるけど。よし。で、よし。8B。マップ番号書き換えたところでブレイクポイント。ここで素早く。もう早いな。EF と書き換える。手順がもう完璧ですわ。はい。で、リレミトか。リレミト覚えさせなきゃいけないんだな。これはちょっと大変だな。あ、リレミト先に覚えさせればよかった。で、セーブしとけばよかった。え、ちょっと待って。範囲としてもう一回確認しとこう。F から11。F から1。X 座標が、ここだよね。ここ。ここが F から0、1。おう。で、Y 座標が11、13、121。あ、ここまで OK なんだ。だからここで使ってもいけるし、ここで使ってもここまでいける。ここも OK、ここも OK、ここも OK。へえ、そんな広い範囲だったんだ。ここでも使えるってことだな。多分1、1、1、3、1。あ、これ範囲ね、入ってるもんね。一応使ってみる？いい、まあいいね。あ、でもどうせリレミトを覚えさせたいから、一応使ってみよう。本当に使えるかどうか。おお、ちゃんとあれだな。書き換える場所、相対的にね、主人公のいる場所によって変わるわけだけど、それちゃんとなってるんだね。すごいな、このプログラム組んだ人。もう一回、リレミと思い出すよ。あ、ちょっと待って、ブレイクポイントかかっちゃった。リレミと思いさせるの大変だな。どうしようかな。今、呪文なんか覚えてる？強さだっけ。あ、呪文でいいのか。ない。うわ、ないのか。何にも呪文の情報がないな。ワーク入れ見てわかるかな。ちょっと待てよ。多分この辺のどっかに呪文の何を覚えたっていうフラグがあるんですよ。全然わかんない。あれでもさっきあれだよね、なんか呪文覚えたよね、あの戦っちゃった時にミミックで。しょうがない、ミミックともう一回戦うか。あ、ミミックじゃなくても誰でもいいや。もう一回行こう、あそこ。それを手がかりに呪文、前に大昔に呪文やった気がするな。やってなかったっけ。やった。もう今日はよし、これで戦うじゃん。
今何にも覚えてないんだから、あヒットポイントがなんだよ、あヒットポイントもセーブするの忘れちゃった、まあいいや、ちょっと待てよ、15かで叩く、よしこれでこのモンスターたちのヒットポイントを全部1にする、うわベホマとかやんないでよバベベ、せっかく1にしたのに、ちょっとちょっと、あ防御じゃない、あちょっとやめて、なんだよこいつめ、ね、本当にバグハラですよ、もう本当にキメラもどいつもこいつも、もう本当に人の、あーまた来ちゃった、もう人のデバッグを邪魔しやがって、デバッグを邪魔する行為もバグハラと認定します、これから違うの出て、もうなんだよあーもうミミックんとこ行く、ミミックんとこがもう場所どこだか分かんない、あもう混乱しちゃったし、もうやめてよ本当に全然ここの階良くない、別な階行こう、別な階行く、止まっちゃった、ブレイクポイント解除、ミミックいないかな、いやミミックいないかな、ミミックが恋しくなってきたあれ全ての階で戦闘が起こるわけじゃないのこれ、怒らんな、うわよし、あぶない、ミミックどこだったっけ、うわミミックいないじゃん、もうどっから来たんだか分かんなくなっちゃった、よし来た、誰、うわまたあいつかよ、一応早いとこ、あベホマラー、あちょっと全然うまくいかない、よしちょっとこれ戦闘終わったらちょっと一回あのもう強さとかなんかあの辺いじごろで、もう最強にしてある、ダメだちょっと待ってダメだこれ本当に一回逃げよう、うーんと待てよ、ヒットポイント、ちょっと待てよ、あーちょっと待てよ、どうしたらいいんだ、どうすりゃいいんだ、落ち着け落ち着け、ちょっと待て、いやこれキメラ叩けないな、ちょっとまずいな、一回ちょっと最強な状態にしてくるか、だって全然これかなわないんだもん、今ちょっと先のことを考えてますからね、無言になってますけど。ミミックどこだか分かんないもんな。一回戻ってセーブするか。ちょっと待って。その前にちょっといくつかちょっと手がかりを拾っとこう。戻る前に、どうせなら。何を強くすりゃいいの？力？ 8 ってどこだ？これか？あ、意外といけそうだな。で、ここが素早さ6。もう体力。4ってなんだ？運の良さ。で、賢さがこれか。よし、これはいやでも簡単にいけるようになったからこのままもう一回いくか、でレベル上げる、でこいつらをヒットポイントをこれでいきなり叩けるだろう、よしベホマとか唱えないでこの人たちもう
全員そういうことです。よし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 、これで OK で、これ呪文覚えるでしょ。なんかすっげえ経験値もらった。これまた上がるな。ちょっと待って、この辺のどっかが変わるから、変わったところを、いや変わったところまだ上がんないな。待てよ、呪文覚えた。範囲が広すぎてどこだかわからん。でも多分ゼロが羅列してるところが変わったはずだよな。1ビットだけ立ってるとこってどこだろう。運の良さ、この次か呪文。あ、来た。うわ、どこだった。2ビット立ってる場所。次、呪文覚えるか。賢さ、次か。あ、来た。まだ覚える？どこまで行くの？レベル結構上がるなこれ。あ、呪文。うわ、全然わかんない。どこだか全然わかんない。ちょっと落ち着いてたんだけど、でもまあちょっと少なくとも多分呪文は覚えると1ビットずつどっかが立ってくんですよ。覚えた呪文の場所が、呪文によって。だから最初はゼロだったはずだけど、ね、こういう覚えてるから、ちょっと強さで見るんだっけ。こんだけあるわけですよ。だから1、2、3、4、5。どっかに5個ビットが立っている。でも5個ビットっつったってな。パターン的にはめちゃくちゃあるもんな。待てよ。ここがヒットポイントだよね。で、4人分あるわけだから、この辺でもやってんね、ここまではヒットポイント。ここは、あれか？この F はなんだ？あ、最大ヒットポイントか。最大ヒットポイントは上げてないもんな。そうだよね。ここいじくると、最大ヒットポイント上がんない？上がるよね。だからこれも4人分あって、ここ MP だな、これも MP だな。94ってあるな。94は3ビット4ビット違うな。5ビットなきゃいけないんだよな。ここずっと0。 BB じゃちょっと3ビット3ビット合わないな。ここ道具でしょ。あ、道具が1人目、1、2、3、4、5、6。これ2人目、3人目がここまで。4人目がここまで。この先か ?3、7。お？ん？ 1、2、3、4、5。これ5ビット立ってんな。ここか？ここか？ちょっととりあえず3な、一旦 FF にしてみよう、これ。お！来たじゃん、ここだよ。ここだよ。ほらね、落ち着いてやれば僕だってね、すぐに見つけられるわけですよ。だから隣もでしょ。リミットあるか？リミットない。あ、でもまだ何？あれ、リミットってこの人覚えんの、ひょっとして。ここどこまで行くんだ。ここまで行っちゃっていいのか。3バイトもある。リレミトがない。誰か別な人連れてこなきゃいけないのか。リレミトできる人だよね。ん、ここまで行っちゃっていいのか。よとして違う。あった。いいんだ、ここまで。そうか、ここが通常時。なるほどね。はいはい、ここ通常時の戦闘じゃない普通に使える呪文はここなんだ、多分フラグ。よし、わかった。ちょっと待って、
メモするからね。 78F、 これ呪文。他になんかメモっとくことあったっけ。いいよね、これで。ん、あ、どうしよう。あ、いいか、この状態で、この状態で行きゃいいのか。上にもう場所分かったから。あ、あ、すごい、ちょっと待って、ちょっと待って、はいはいはい、これは今本当に本当に忘れてました。本当に忘れてたってやつをいつもなんかわざとやってるように見えるじゃないか。よし、これで行きましょう。ちょっと、あ、ここちょっと、これは下だよね。下、よし、下下、よし、ようやく本日のバグハラのをお見せするとこまでやってまいりました。よし、今皆さんね、このバグハラが本当かどうか、訴訟に発展するのかどうか、実際にね、今検証してますから。よし、ちょっと待てよ、妖精の笛でいいんだよね。ありますね。で、さっきの範囲がここでも使えたんだよね。まあ一応念のためにここにするか。で、ここに来て、ちょっともう一回、象の前でリレミドで脱出すればいいんだよね。間違いないよね。よし、呪文、リレミド。ちょっと待って、さっき MP いくつだったっけ、7つだったっけ、これか。あ、 MP 増えたな。よし、もう一回いきます。リレミドします。あ、これはそうだね、ここに来ちゃうよね。馴染みの塔、あ、じゃない、ルフィスの塔まで行ってなくて強制的に行っちゃってるから、フィールドの座標はルフィスの塔じゃないわけですよ。まだ実際に歩き回ってないからね。でも同じこととか多分起こりますよ、これ。じゃあ一応使ってみますか。ここで妖精の笛吹きますよ。いいですか、使う。ピラミッド。消える。これですか。で、なんか手に入んだよね。聖なる守り？そう、聖なる守り手に入りましたね。出たよ、本当に。まあさっきちょっとね、プログラムちょっともう一回見ましょうか。プログラム、妖精の笛使うところ、これもう一回使えんの、ひょっとして。あ、さすがに2回は起こらないようになってんだ。ちゃんとイベント見ましたフラグが立ってるってことね。でもまあ妖精の笛は使えるんだから、ここで絶対にマップ番号を見るはずよ。またマップ番号を見たところでブレイクポイント。プログラム見ます。はい、プログラム見ます。まずマップ番号を見て、さっきも見ましたけど X 座標 Y 座標を見て、 60BA ってところが多分これを笛を吹いたかどうかのフラグですね。 60BAだから、ここ 60BA をちょっと待って、フラグをオフにしちゃえばもう一回いけると思いますよ。 60BA、 これ0にします。で、ちょっとやってみましょうか。いきましょうか。ほらね。ほらねじゃないです。フィールドは見てません。フィールドなのかマップ街中なのか、また例によって。いや、ひどいな、出たよまたこれ。で、これ多分ピラミッドが出るのは
あれですね、さっきは塔の中は床に変わったじゃないですか。床の番号っていうのとこのフィールドの中のピラミッドの番号が一緒なんですよ。多分ピラミッドって何番だったっけ、これ前にやったの13ヘキサ13番、多分同じなんだろうな。だからやってるっていうところだけど、今これちょっと僕見てねすげえなと思ったんですけど、これちゃんと草原になるじゃないですか。あ、だからこれさ、どこでもいいんですよ。もう一回フラグオフにするじゃないですか。ここでやりますよ。ここでもう一回吹くじゃないですか。ブレイクポイント解除。聖なる守り2個になっちゃった。これなるでしょ。あ、なんか身の方に人が出てる。そういえばあれ人のつもりなんだ。うん、うん、お、すげえ、持ち物いっぱいの場合のちゃんとチェックもしてる。当たり前だけど。お、ほら、なんか戻ったでしょ、ちゃんと。ここ海と今橋のところに。これすごいなと思ったんですよ。普通だったらあれもうなんていう、元に戻すのにん？そうだ、だから床を、床だっていうのを、あ？あ、来た来た、救急車来た、救急車来ました、高齢の救急車来ました。別に病院が多いわけじゃないんですけどね。なんていうの、ここ本来はこの左側にルビスの像があって、ルビスの像とその下の床、あ、だから何に置き換えるかっていうのを見てたんですよね。言ってる意味わかります？本当だったらなんていうの、ここはピラミッドが床で、ん？ルビスの今の最後どうなんだっけ、床になるんだっけ、 なんだかわかんないけど、とにかくその本来 BG のここのね、下の2つを書き換えるときに、そこが何だか、何だったかっていう情報をちゃんと受け取って、最初に。それで、元にそれで戻してるわけですよ。今すごいなと思ったのが。ルビスのところってのはもう床なんだから、床とルビスしか絶対に、あの像しか出ないはずなのを、ちゃんとそこが何かっていうのを、もともとっていうのをちゃんと見てるってところがすごいなっていう。それを言いたかったの。言ってる意味わかります？というわけで、ルビスのこのイベントはどこでも、あ、ここでやるとあのピラミッド綺麗に出んじゃない、綺麗に出んじゃないって言ってもしょうが、綺麗な色になりますよ。違和感ないですよ。ほら、ピラミッド出た。ん、だからこれは今ルビスがいなくなってる状態だよね。で、またルビスに戻る。ちゃんとこれだからまた、あれでしょ？砂地に戻るでしょ？ほらね。これすごいなと思ってんだよ。どうやって判定してんだかわかんないけど。いやー、まだありますね。いや、この系ひょっとしたらあるかもしんないね。他のアイテムでも。フィールドを見てないっていうの。ちょっと探りますか、これ。他にもだってアイテムでさ、こういったあの街中とか塔とか、ああいうところで起こるイベントとかあるじゃん。これ何個か多分あるよね、こういうイベントね。よし。よし、じゃあ、ついでに、バグハラついでに探りましょう。これ多分世界初ですよ、見たの。ここバグじゃないです。仕様ですよ。今年バグハラ楽しんでる、これ。バグハラなんかいいね。